皆さんこんにちは、西郷心です。新藤です。堀川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は傾斜の打ち方についてやりました。やりました。あれはちょっと本当に私はちょっと極めたいと思いますので1ヶ月ぐらいください、はいはい、ぜひ皆さんも傾斜苦手な方多いと思うので試してみてもらいたいと思います。で今回は、はい、まあ、ラウンド中に堀川プロがちょっと私のパターンに物申したいと、はい、そうですね、心さんはまず基本的にすごくパターは絶対自信持ってると思うんですよ。で得意だと思ってるんですよ、まあ、もちろんすごく入ってるし確かに得意なんですけど、やっぱり目指すはミッドアーマーですもんね、はい、ミッドアーマー行くにはやっぱり、まあ、グリーンを制するものが全てを制するじゃないですけど、うん、絶対そうです。やっぱり本当に実力差がある人って何が違うって、やっぱ確かに正直パッティングが違うんですよね、うん、で心さんのパッティングを見た時に上りのまっすぐとか、まあ、あんまり曲がらないラインは割とパチンと打てていいと思うんですけど、やっぱり曲がるラインとかブレイクするラインはあまりイメージが見てて出てこないんですよね、はい、だからそこがちょっと気になったんで、やっぱりグリーン上はもうちょっとしっかりしていかないと、はいはい、パターを制する、はっきり言います、はい、パターほど練習してこなかったものはありません。おお、いいね、その自信は、はい、マジで今までパターをこんなにやらなかったことはないぐらい、はい、ほぼやったことないです、はい、プロは逆ですよね。逆ですね、うん、だからそう、本当に一番やってた高校時代は毎日パターマット4時間5時間やってたんで、4時間、はい、すごい。それもパターマットでも本当にカップにドンと入れるのか最後の一転がりで入れるのかとか、自分でちょっと傾けてフックラインを入れるとか、いろんな、やっぱりとりあえずとにかくイメージ力が大事なんで。え、一番やったのは逆にパターですか？もうダントツパターですね。いや、頑張ります、はい、ってことで、はい、よろしくお願いします、はい、ミッドアーマーへの道。まずはですね、そうなんですよ、心さんってこういう上りのまっすぐのパッドとかって割ともう構えるじゃないですか。構え方も昔言ったこの肘の位置、うん、肘の位置を一回入れることによってその腕と体が一体化するから体と腕が同調してパチンって打てて、それはまあいいんですよ、うん、それはいいんですけど、曲がらないラインは、まあ、変な話強さがジャストタッチでもいいし1メートルオーバーでも入るは入るんですよ、うん、でもこういう下りのスライスとかあって曲がるところってただパチンだけで狙ったとこ行っても強さが合わないと入らないんですよ、うん、ストレートのラインは別にカップ内に収まれば1メートルの強さでも2メートルの強さでも入るけど、ここは強さプラス距離感、どこで球が曲がっていくかっていう曲がるのブレイクポイントっていうのはすごい大事で、はい、もちろんスライスラインじゃないですか、大体まあじゃあこれくらい曲がるライン、はい、これくらい曲がるラインの曲がるラインでも、例えばじゃあこれくらい曲がります、でもそれが打ってからこの辺で曲がり始めるのかこの辺で曲がり始めるのか、どこで曲がり始めたいのか自分の中でとかがもう今頭ポカーンって感じです、うん、もうなんか心さんの中でこのパッドが来た時に、はい、あ、スライスラインだなって、よし左に、あ、2カップぐらい曲がるな、あ、抜けちゃったとか、うん、もう見てて入っても全然運でしかないあ、運でしかない、もう運だけ、あ、はいだからこれをもっと自分の中で少しイメージしていかなきゃいけないんですけど、はい、心さんのパッド構えるじゃないですか、はい、もう狙ったところ狙う、上げる、打って終わり、はい、こ打ってからこのフォローが大事なんですよね。あ、このフォローでどこで球が曲がっていくのか。ちなみに堀川プロだったらこれだったらどういうイメージでどうフォローしてくるんですか？まあ、大体構えます、スライスライン、はいはい、まあ、これよりか少し内側かなって思いますけど、内側になる、自分で打ちます、打って大体この辺から曲がり始めて入り口はここかなっていう感じですね。これがもっと傾斜が強ければ入り口はここ、あまり曲がらなければ入り口ここ、まず入り口を自分の中で決めて、うん、で入り口なんて考えたことないんだけどうん、え、入り口って3個あるんですか今？まあ、何個でもあるというか、うん、はい、もっと曲がる場合は こっちそれこそ僕より多分新藤さんとかのこういうのは本当に海外のグリーンとか見てきてるんではるかにすごいと思うんですけど、まあ、やっぱりストレートラインだったら入り口がここ、はい、で少し左カップいっぱいとか内側とかだったらまあこの辺、はい、でも本当にこの距離で2カップ3カップ曲がるってなったらやっぱこの辺になってきますね。はあ、はあ、はあ
そうですね、はい、プロのを見ていつもそこはイメージをグリーンのスピードをやっぱり、うん、読みながらライン聞かれた時に答えられるように、うん、だからやっぱり PGA の選手とかって本当に見てて必ずショートパットもロングパットももしカップに入っていなかった時のオーバーする量が本当に一定だなって思うんですよね。1メートルぐらいのパットでも打って外れたとしてもこれくらいに収まる、うん、10メートルのロングパットも外してもこれくらいに収まる。常にオーバーする量が同じくらいだからみんなラインっていうものを作れるけど1メートルのパットで考えてスライスラインかなパチンこれじゃあ何の意味もないこんな強さで入ったってそれはもう運でしかない。そうか、はい、自分の中でスライスをスライス2カップみたいな顔ボールがこのラインでワン、スライスラインの1カップ半だとします、はい、でも1カップ半ってこのラインって1個じゃないと思うんですよ。1カップ半だけじゃないと思うんですよ、うん、入り口がここなら半カップかもしれないしここなら1カップかもしれないしとか強さによって変わるけど1カップ半って決めてるけど、はい、そもそも強さどれくらいなのって話。だいたいだいたいだいたいそれをだいたい本当に30センチオーバーって常に自分が決まっていかないと。いやオーバーもバラバラです、はい、やっぱりイメージ力じゃないですけどこのスピード感とか大事なんですけど、うんうんまあ、何を一番変えればいいか、はい、とにかくそこお願いします。結局もうどこでブレイクするとか確かに正直難しいんでもう1ランク2ランク上かもしれないですけどまずは球を当てるだけじゃなくて、うんうん、球を打つっていう感覚よりラインに乗せてあげるっていう感覚が欲しい。ラインに乗せてあげる。そう、はい、球を単純に見て1球目構えるじゃないですか、はい、1球構えてこの打つのと構えて球を乗せていく感じ、うん、この変化はちょっと感じますかね。感じます。感じますよね。1回目は打ってる感じします。パチンってもう、はい、もうここで終わり。こう当たった瞬間これで終わり、うん、あとこの打ち終わった後のフォローのパターのヘッドの向きとかもうフォローをどこまで出すかとかもう何も考えてない。フォローをどこまで出す、うん、考えたことないです。ですよね。はい、うん、打って終わりかな。特に長いとフォロー出るんですよ、うん、勝手に長いんで、うん、もちろんもちろんブヨーンってただなんですけど長い時ももちろんフォロー出さなきゃ飛ばないしでもフォローも長い時もじゃあどこまで出すのここまでフォローを出すのかここまでなのかとかないです自分の中ではフォローを決めた方がいいってことですよね。パッティングっていうのは構えてからテイクバック上げてインパクトするまでってだいたい2対1で打つのがすごくヘッドが加速してよいいって言われてるんですけど2対1って極端に言えばここに1、2で上げたものが1でいく1秒1、2で1例えば2対1、2、1って当たるのはいい、うん、これが2秒だったら1、2秒でいったら1秒だし1秒でいったら 0.5 秒これが1、2、1、2じゃこれ完全に緩んでる。うーん2対1で打つのがすごく良くて、まあ、それが一番加速するんですけどトップ上げてからフォローするまでは決めたところまでは等速同じスピードで、はい、同じスピードで行きたい。これが急加速急減速とか私はどっちかというとどっちなんですか。まあ上りと下りで全然変わりますよ ね。 そうなんですね。上りのパットは打たなきゃいけないっていう意識があるんで上げたらパチンって上りは打つし下りは行っちゃうからって言って急に減速。上りも下りもテイクバックのスピードは一緒にしなきゃいけないしこっからの加速具合は同じにしなきゃいけない。じゃあ一番はこう振り幅をちゃんとするってことですか。振り幅をもちろん等速で同じスピードで行くっていうのはすごく大事なんですけど、はい、今の意識それで当たった瞬間もう終わりなんで、はい、フォローを出す当たってからこっちがすごい大事。だからまず練習方法としても、はい、ただただ球を打つんじゃなくてまずラインというものがあります。ラインがあります。ラインに構えるそのラインに球を乗せてあげる。テイクバックじゃなくてこの一本のラインに球を乗せてあげる。このイメージが大事。これをやんないと曲がるラインはまず入らない。打った後の先のフェースがもう神経通ってない。
松山英樹さんなんて構えて、まあ、名前だけではあれです、構えて同じスピードで上がって、そこからパーンっていったら ここまでクラブヘッドに神経が通ってる。心さん、ああ2周ぐらいしてる。確かにもうフォローがない。神経、はい、クラブヘッドに最後まで神経。パターの練習ってショットとかより一番しんどいですからね。パターってフォロースローをしっかり出したら構えてください。っっ、まあ、こっちを正面に構えるじゃないですか。構えてください。構えそこからゆっくりフォローを、ゆっくり前傾角度をキープしたままゆっくりフォローを出してください。そうするとめちゃくちゃ体幹使うでしょ。めっちゃ使います。それがパター大事なんですよ。使ってないです。もう打って、あ、そんな感じ、そんな感じ。脱力、はい、しっかり。こんなお腹使うんですか。めちゃくちゃ今しんどい、この状況が。このままグーッとここでキープすることが。パターの練習ってすっごい息上がりますからね。なんか今の時あったかくなりましたもん。家でパターマットで、これは何の意味もない。じゃあフォローでラインに乗せてあげる練習。フォローでライン乗せてあげるの。だから球は打たなくていいくて、フォローだけで転がす。フォローだけで転がす。で、ラインに乗せるですね、あのそうマーク。そう、ここにラインがピューってあって、フォローだけで。うん。でもそうすると、それでしっかりフォローするをどこまで取るかとか自分の中で考えると、すごく体がしんどいから。しんどかったですよね、うん、お腹で打ってるぐらいな。そうそうそう。てか、こんなに出さなきゃいけないんだって今思ってます、うん、今普段この距離全然フォロー出してないんで、フォローだけで打つとこんなにフォロー取らなきゃいけないんだって。当ててパチンで終わりじゃなくて、おー、そうそうそう、押せてる。そう、そういう球をフェースに乗ってる時間が長いような感じで球を打つことが大事。見ててもう何フェースに乗ってるっていうか、当たって終わり、終わりです、うん、その差がすごく違う。じゃあ腹筋、じゃあ腹筋全然ですもん、もう、うん、なるほど。だからいろんな方向に行っていろんな方に飛んで強いんですね。ほら、そうそうそう、まあ、そのフォローにしっかり球を乗せてあげて、でしっかり、あ、これくらいだなって構えて、構えます、フォロー、あ、これくらいだなって乗せてあげます、乗せてあげて、それを少しテイクバックを構え上げて、こういう感じっていうのがあれば、だん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 パッティングに雰囲気が出てくるんですけど、まあ、これはでも本当に70代とかパワープレーで回る人はだん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 できてきてるんで。わかりました、はい、ちょっと家で、はい、家でだとパターマットで、まあ、パターマットでも全然いいんですけど、フォローの練習でいいですか、はい、で、はい、カップに入れなくていいんですよね。カップに入れなくてもいい。しっかり出るところに自分でフォローをしっかり、今だからちょっと癖でフォローが少しここにここってなってた感じだったんで、つかませるね、ここって、はい、それをしっかり出したいところにしっかりこのままスッと出す感じ。なるほど、確かに自分でもこうなって、はい、めっちゃ入りますよ、さっきめっちゃ入る。でもこれ下りなんで多分緩むんです、はい、すっごいわかる。もう立った瞬間に曲がりそうだから緩みそうだなって感じ。パッパッと、まあ、入っても入んなくても、そう、運だなっていうような押せてる感じは一個もないです、はい、イメージ、僕のイメージですか。スピードとタッチだけですかね、うん、それが一番大事だと思いますね、うん、パッティングは狙ったところカップ2つぐらい、あとはそこにタッチを、うん、フォローが別に大きければいいとかじゃなくて、本当にここからここまで遠足、そうそうそう、終わった後のクラブがしっかり神経通って自分の意図するぐらいしっかりフォローを出して、うんうんね、ブランブランしてないです、でそうすることによってパターのこのトップからフォローまでのこのパターの何スピードと同じスピードで球も一緒に転がっていった方が距離感は出る。フォローをイメージする。もちろんその体幹を抜かないことというかフォローを意識するんだけど、まあ、本当に手でこのスライスラインを手でこうフォロー、こういう感じ
これをパターでもやるかな。そうそうそう。今自分がやってるのがもう構えて、これをこんな感じでもう、そんなこういうこういう感じ、イメージなんで雰囲気。うん、でもあの雰囲気は出てる。今ちょっと先に雰囲気は出てる。うん、全然全然わかるわ。なるほど。あ、ちょっと分かってないですね、まだね。スピード感でも雰囲気は出てる。なるほど。あの入る入んないは正直これくらいあるともう凹凸もあるし、はい、変な話気にしないです、入る入んないは、うん、ただやっぱり雰囲気があるかないかってすごく大事なんです。パッティングは全くないんで今まで、もうストレートライン行くぞーみたいな、パチンみたいな、入んなったみたいな、でオーバーしたやつがまたもうドキ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 、うんうん、やっぱりある程度距離感を合わせて、タッチ合わせて、そのスピード感の中でポーンって振ってトロトロトロコロンみたいなやつが、うん、今日何回も見た、あってほしい、トロトロトロコロンが。ちょっと練習しときます、はい、ミッドウェイの道。で今回はあのパター編やりましたけれども、はい、なんか私は結構パターが適当になってたわけじゃないんですけど、まあ、雰囲気がもう気持ちだけが前に走ってて雰囲気が全然出てなかったというパッティングだったので、ちょっとやっぱミッドを予選決勝をね取るためにはやっぱパッティングはすごく大事になってくる、すごく大事です、うん、思うのでちょっとパター家でやります、はい、今日から頑張ります、はい、はい、以上です。で、あの今までね、あの一番あの怠けてた部分なんで、パッティングに関してはそうですね、はい、一番ね、なんか痛いところ疲れた感じで、そうなんですよ、うん、自分の中ではすごく得意だと思ってたんですけど、やっぱり曲がらないラインとかまあいいんですけど、気持ちよくパチンと打てるけど、ただ毎回カップに入るスピード感が全然違うんで、このスピード感がカップの横を通るスピードが一定じゃないと、ラインも自分で決めてもそれ以外のラインになっちゃうんで、やっぱスピード感とタッチっていうのはすごく大事で、そのスピード感タッチを養うには上げて下ろして終わりの打ち方だけじゃやっぱり距離感って出ないんで、やっぱり何でも距離感を出すとき、もう本当にゴミ箱にティッシュペーパーを入れるときって本当にフォロー、こうは入れないんで、うん、こうは入れないんで、うん、何でもやっぱフォロー、うん、フォローするっていうのはすごく大事なんで、本当にフォロースルーをしっかりで距離感を出していくと、まあやっぱりミッドアーマークラスになるとみんな本当にパッティングを結構入れてくるんで、しぶとく、そこのしぶとさがやっぱついてくるとまたワンランクツーランク上がるんじゃないかって思います、はい、ちょっと練習して次回のラウンドの時にはそこが改善できているように頑張ります。全然聞こえない。改善できているように頑張ります、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。せーの、また見てねー。